皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はですね、マルコの16章の15節です。お読みします。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。アメン。私たちシティビジョンにですね、今年与えられているテーマ、それは We Try、ね、宣教に、この伝道に、大宣教命令にトライしよう、チャレンジしていこうというですね、そういう思いが込められたテーマとなっています。このですね、テーマをですね、ミーティングの中で決める中、求める中ですね、まあ冗談半分で出たですね、アイデアがあったんですね。これはちょっと本当に冗談のような話で聞いていただければと思うんですけど、こんなテーマでした。数打ちゃ当たる大宣教命令。ちょっとですね、乱暴で、拒否反応が出る人もいるんじゃないかなというふうに、思います。ちょっとふざけたタイトルであるのは承知しているんですけど、でもここに真理もあるよなというふうに、思うんですね。私たちはやっぱりこの大宣教命令という時に数打つ必要があります。一点集中で1年間祈って祈って祈って、その人だけに福音を語る、まあ、それも良いかもしれないけど、でもそれだけでなく、もっと私たちは福音を語るっていうことに召されているはずなんですね。聖書はですね、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私たちに与えられている使命は全ての作られたものに福音を述べ伝えること。だから私たちは数を打つっていうこと、すべての作られたものに福音を語るっていうこと、このような使命が与えられているわけですね。ですから私たちが数を打つ、福音を語る、この語ることにですね、早くなるっていうのは神様の心であって願いであるっていうことをですね、に気がつく必要があります。まあ、数打ちゃ当たる大宣教命令っていうと、数打ちゃ当たるっていうふうにですね、言うと、まあ、なんか適当にやってるんじゃないかって、そういうふうに感じるかもしれないですけど、決してそうではないです。私たちはですね、本当にですね、神様に信頼する中で、どん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  We try、 チャレンジすることに早いものになる、それの中でですね、数を打つものとなるっていうことが必要だと思うんですね。私たちがこの福音を語る絶対数が増える中で、この救われる人が増えていくということをですね、期待しています。多くの人々が救われてどんどん洗礼を受けていく教会、そこはですね、もちろん祈りが強いっていうこともあると思います。でももう一つにはやっぱり数打ってるんですね。多くの人に福音を語ってるんですね。私の友人の牧師で、本当にですね、どん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 人を救いに導く人がいます。めちゃくちゃ祈ってるか、多分ある程度祈ってるとは思います。でもですね、それよりもですね、明確なのはですね、彼が本当に語るものである、彼がどんどんですね、会った人、会う人、会う人に福音を語っている、それを見るわけなんですね。あ、その中で救いが起こっているんだなということを見ます。私たちは数打つものになる必要があります。なぜならそれが神様の心だからです。すべての人に福音を語れっていうことにはですね、私たちが数打たないとやっぱり語ることができないんです。私たちがですね、語ることに躊躇して部屋でとどまって祈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 ることはすごく良いことです。でも祈るだけで終わってしまうともったいない。ナオミ先生や、ナオミダウディ先生はですね、祈りに足をつけましょうって言いました。私たちは祈って、そして足をつける、それは実際に語る、行動するっていうことです。そのようなものになる必要があります。祈ってください。でも語ることを忘れないでください。そしてチャンスが与えられたなら語ってください。いや、与えられたように感じていなくてもまず語ってみてほしいなと思うんです。もちろん最初はですね、なんかぎこちがない、ぎこちない、そのようなこともあると思います。でも語る中で、聖霊様と共に働く中で、聖霊様が自分をどのように導かれるか、だんだんですね、分かるように、最初ぎこちなかったものがスムースに語ることができるように私たちは変えられていくんですね。皆さん、
今週チャレンジしてください。今まで語ったことがない人に福音を語ってみてください。教会に誘ってみてください。私はクリスチャンになってこんな風に変えられたんだ、そのように証ししてみてください。数打ちゃ当たる大宣教命令、ね、適当な話ではありません。数を打つ、口を開く、チャレンジする、そのようなものに私たち一人一人、私たちの教会が変えられていきたいなというふうに願います。共にチャレンジしてまいりましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。どうか私たちが神様、信仰によってチャレンジをすることができるように、数を打つことができるように助けてください。そしてその中であなたが働かれるのを経験し体験することができるように助けてください。お一人お一人に勇気を与えてください。どうか語るのに早いものに作り変えてくださいますようにお願いします。力を与えてください。この歩みの中で救われる人々を起こしてください。感謝し期待し愛するイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。神様の祝福がありますようにお祈りしています。 God bless you.